お疲れ様です。こんばんは。おお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 アシカかな。遅くもない。勝ちました。ワールドのおかげで、ワールド応援のおかげで藤井先生が1局目を勝った。もうあら1日目の飛車捨てからもう読んどったんじゃろうな、うん、勝ったな。勝ち申した。一泊38,700円、高い。今日は藍色の着物でしたな。今シーズンな、この王位戦はあれで行くんだろう多分。勝利のお叫び頼まいって、俺がしても意味ないだろう。まだここで、ね、勝って兜の王を締めろ。藤井先生は慢心しとらん、絶対に。だだから俺も慢心しない。ズーンってしとくわ。王子からタイトル、うっつつ。記者会見見た。寝てなかったんじゃないんか。まさか藤井先生一日中考えよったんか。まあ封じ手はその通りになったが、オフラ最後まで、まあ、やりますけども、お願いします。つかせ初めてな。そうよ、タイトル取れる。まあそれができるんはワンチャン7月9日ですね。まずそこで渡郎との第3戦で勝ったら、次回王位戦に出てくるんは藤井棋聖として出てくるわけだ。棋聖対王位の血で血を争う戦いが始まるっていうやつだ。ガキが、ガ、まだガキと申すか。木村先生は藤井先生のこと子供とは思ってないっていう名言を残したんぞ。それはもうどういうことか。一人のね、一人前の立派な騎士として見とるっていうことじゃ。安心はないんや、あっちも。ガキなんか言ってるの君たちだけだよ。こんばんは。うわ、ハゲはいいんだよ別に。うわ、ヒロさん大人と見てないでな。子供じの代表格みたいな男だからな俺は。なんて言っても自分でもそう思ってます。え、40歳ですよもう。どうしたらいいんご。光が見えませんの俺には。今後の遅えぞデブ。開き直んな。悲しい悲しい。小道寺多い元祖、俺のために作ったような造語だろこんなの。もうもはや悩ましい人生ですね、うん。今日のポテチは、今日のポテチは夏ポテトです。漏れなくレジ袋で3円取られた模様。ちょっとハマってる夏ポテトとベビーチーズですね、はい。もはやこれで回していくって。そして俺は明日休み、嬉しい。役で俺せせり焼こうと思ってる。今回は久しぶりに B6 君を活用しようと思う。楽しみんご。雨やん、雨なん明日。くっ、雨だったら雨天中止。せせりは自分で巻くぞ、串買ってきて。せせりだけっていうのを俺は見つけてる、スーパーで。燻製もやろうかな。温度計来たって言ったけんな、モンベルがついに電話かけてきたけんな俺に。入荷しましたって。よし、よろしいって。買いに行ってやろうって。休日前の配信は楽しい、嬉しい、超嬉しい。乗客すぐる、いつもありがとうございますって。いや、そんなって、ズブズブやな。もう蜜月よ、ほんと。あれがあったらな、あのスモーカーの中の温度が測れるからな。あれでちょっとグツグツと
シリーズでもやってみようかしら、もう一回。スキレット仕上げてな。それもやるか、明日。ついでに、なんだ、何やった、スキニングだったっけ。あれもやるか。来よった、来よった、かかりおったって。ヒットしまくりよ、俺なんか、ビチビチって。何投げ入れても多分ヒットするで、俺。釣り針だけでも食いつく勢いな。パクって。スキミングじゃねえ。トリミング？ちょろい客やで。温度付きの燻製器はなかった。あれは別売りだ。シーズニングな。なるほど。メスティスは？メスティン？メスティンもあの米の研ぎ汁でちょっと炊かないかんのやけど、ちょっとその時間がないんで、それで仕上げてからっていう。やった方がいいですよって書いてた、あのメスティン講座に。自分だけのメスティンを作ろうって、まずバリ取りから始めた方がいい模様というわけで、紙ヤスリを買わなければならん。でバリ取ったら、米の研ぎ汁で沸騰させてそこにくぐらせろって、したら油膜がついてなんかいい感じになるって書いてた。なんでも買うな。じゃあとりあえず行こっか。これ豆な。まず始めることって書いてたわ。初めてのメスティン。でキャンプ行ったの。いや行ってね。ん？何？ダークソウルが入ってないんご。これが意味するものは。ビビったんけ、あいつ。さては。